はい、こんにちは、ニャンタヌ工房です。今回制作するのは三国総決伝より武聖関雲長ニューガンダムです。これは三国総決伝に出てくるキャラクターで、アニメでは、出世してこの姿になったカウンですね。説明書では武を極めた新たな姿ということになっています。それではパッケージを見ていきましょう。さらにもともとごつかったカウンですけど、さらにごつい姿になってますね。で、箱非常に分厚くなっています。おそらく諸葛亮と同じぐらいの箱の厚みなんじゃないかなと思っています。はい、それではこれをすぐにするとこうなります。はい、武聖関雲長ニューガンダム完成しました。いや、ほんとごつくなりましたね、一気に。そしてクリアパーツも相変わらずふんだんに使用されています。このような感じで本当にクリアパーツの量も増えましたし、各部いろいろなところが増えて非常に豪華なカウンとなりました。それでは前回のカウンと比べてみましょう。このような感じですね。まあこちらも全塗装してありますが、ノーマルというか、まあパワーアップする前のカウント並べるとこんな感じになっています。身長もちょっと上がってるのかな。で、全体的なボリュームも増えて、ほんとものすごく豪華になっていますね。で、武聖関雲になったちょっとファンネルみたいな形のパーツが増えて、バックパック、ここはもう本当に元ニューガンダムそのものですね。武を極めるとここまで姿が変わるそうです。ちなみに全塗装しますので、シールは一切貼っておりません。このようになっています。で、この武聖関雲のギミックなんですが、主に武器のギミックがあります。今現在右手に持たせているのが、青龍炎月刀ですね。もともとの関羽も持っていた武器となります、で、さらにこの背中のファンネルっぽいやつと、ファンネルっぽいやつをバラして組み替えるとこんな感じになります。はい、背中のファンネルを組み替えてこのような武器にすることもできます。当然このように持たせることができます。
武器も非常にごつくなりますね。さらにこれとこれを組み合わせるとこうなります。はい、2つの武器を合体させて青龍炎月と至極という武器になります。本当にちょっとカメラに画角に入らないほどの大きさですね。これはな両手持ち用の武器となります。こんな感じですね。ほんと長い、ごつい、すごい武器ですね。ほんとこっから繰り出される技は狼牙蒼月大炎武、アニメでも炸裂しましたね。本当にこれこつい。まああとこれ、ここへこう今持たせましたけど、ここですね、ここへ持たせても持たせれることができます。こんな感じですね。本当の感、武器が一気にでかくなって、もともと迫力のある武将でしたが、さらにものすごいことになりましたね。これ全とそろそろ本当かっこよくなると思います、本当これごつくてかっこいいです。本当にもう一回元のカウンもごつくてかっこよかったんですけどね、武聖になっただけでこんなにかっこよくなる。これは本当に値段も確か880か770かそこら辺の値段だったんで、クリアパーツがふんだんに使われていて、この見た目の効果で1000円を切ってますからね、非常にお買い得なキットだと思います、まあこの武器の組み替えは結構複雑です。自分もちょっと説明書見ながらじゃないと組み替えできませんでしたけど、結構複雑ですね。どこにどういうふうに取り付ければいいのかなって迷ったりしました。はい、では最後に、恒例の肉抜き穴チェックと色分けに関してなんですけれども、ここの肩のこの追加された穴の中とか、ここの赤とか
まあ、あとまあ足の甲の部分とかといった感じでちょこちょこと塗り分けはありますが、全体的に見たらそうですね、かなり色分け優秀だと思います。全塗装をしなくても金色の部分を塗るだけでもものすごくかっこよくなるキットだと思います。あとここのバンダイフラッグかな、これを削ったりすればかなり化けるキットだと思います。あとこのカウンに関してさらに優秀なのがですね、今回のこのカウン、足の裏肉抜き穴する必要ないんですよ。別パーツで下駄を履いているので足の裏に肉抜き穴を埋める必要がない。なのでこのカウンに関して肉抜き穴がある場所は両足の内側と、あとフレーム部ですね、これの腹部のあそこしか、まあ目立つ肉抜き穴はありません。まあこのパーツですね、このパーツの肉抜き穴を埋めるかどうかは人それぞれによるとは思いますが、別にこれは少し埋めなくても問題はないと思います。自分も多分これはもう埋めないかなと思っています。まああとですね、ここの裏にも一応肉抜き穴はあるんですけれども、ここもまあ見えないから埋めなくてもいいかなとは自分は思っています。まあどうしても気になるっていう方は埋めればいいと思います。まあ元々のカウンもそんなに肉抜き穴はなかったですけどね。まあこれはまあ足の裏埋めてありますが、そうですね、元のカウンも肉抜き穴がある言ったら足の裏と両足の内側ぐらいだったので、両足のというか足の裏の肉抜き穴がなくなっただけでもかなり楽なキットになったんじゃないかなと思います。まあその代わり装備はものすごく豪勢になりましたが、本当このまま落葉を収めてもいいぐらいの佇まいとなっていますね。まあでもまあエンジはもともとノーマルも両方ともニューガンダムですけれども、こちらに関してはまあファンネルっぽいものがついたりといった感じで、よりニューガンダムに近い装備になったんじゃないかなと思います。まあでも他のハイニューとか HWS 装備、あれに近いっていうことではなさそうですね、単にニューガンダムをニューガンダムにファンネルつけてちょっとまあ装備を増やして、若干フロアマっぽいニューガンダムになったっていったところでしょうか。本当これ全塗装した時の完成図が非常に期待できますね、これ。なんかもう自分でも何を言ってるのかわからないぐらいちょっと期待しています。これがどんな感じに化けるのかっていうのは、ということで今回の動画は
三国総決伝より武聖関羽雲長ニューガンダムのレビュー動画でした。チャンネル登録、高評価、コメント等よろしくお願いします。ニャンタの工房でした。